はい。残念ながらには棒の下に赤い印がついてます。お一人ずつどうぞ。あ、ないわ。残念でした。はい。それ。ああ。はい。それじゃいよいよ俺だな。お。これで残りは当選に決定というわけですね。では行ってまいります。 おい、早田、おい。あれ、あれ。あ、なんだよこれ。何もついてない。しゃー。一杯食ったようだな。こうして早田隊員はインド支部から1週間の休暇を日本で過ごすためにやってきた。 パティ隊員のエスコートの権利を得たのである。はやった、もうお祈りすることなくなっちゃったわ。あ、あ、はやった。<笑>あ、パティ、行こう。 宮の森の土地開発現場付近で山火事発生、直ちに消火活動に入れ。はい、藤君、早田へ連絡。はい。本部から緊急指令、宮の森で事件発生、現場に直行して調査せよ。了解。パティ、どんだけ愉快になりました。申し訳ないパティ、こうなったら諦めは肝心よ。 川の水がお湯になってる。
温泉が出たんじゃないの?いや、もう少し調べてみなくてわからんがね。この辺りは火山帯ではないはずだ。上流行ってみましょうか。うん。あ、流行った!待て、地震だ!待て、早く!車!キャップ!宮の森の消火活動終了しました。 特捜部、こちらへだ。こちらへだ。はい、家宅隊本部。海田隊員どうぞ。宮の森開発現場に地震が起こり、それに川の水も海のように熱くなってます。なお引き続き鬼山付近を調査します。了解。東京から行って、その入り口にあたる池の沢と、その隣の鬼山付近に、化学工場、そしてもっか宮の森に民間の住宅が建設されているわけだが、 この森林地帯には火山脈があるとは思えんな。うん、原因不明の山火事や地震か。それに温泉が出たようですしね。藤君、早田に連絡を密にするように指示してくれたまえ。はい。 連絡したの。はい。家督隊本部、こちらパティ。はい、こちら本部。鬼山に山火事が発生しました。キャップ、宮の森と同じ事件が発生してます。パティ、他に変わったことはないか。パティ。はい、聞かせました。直ちに出撃。 休暇中なんだ。マジのことあってはいけない。大丈夫、任しといて。 Thank you.
Fisher! そうか。火の類焼は食い止められた。君たちは一旦本部へ帰りたまえ。キャップ、鬼山から池の沢へ続く際を監視する必要があります。よし、パティを頼むぞ。了解。森を焼き払い、開発進む工事場を次々と襲った怪獣ザンボラーは白煙の中へ姿をくらませてしまう。建設のために次々と緑の失われていく現在、 ああして森林を消失してしまうのは全く残念だな。まるで追い詰められた怪獣が復讐を始めたようですね。考えてみりゃパティも可哀想だな。せっかくの休暇が丸潰れだ。でも、隼太さんも一気くじを作ったバスね。<笑><笑>で、嵐、我々の仕事はまだ終わっちゃおらん。一時怪獣が姿を消したというだけなんだからな。はっ。キャップ、熱さましを作って一コロにしてやりますよ。藤君、 防衛軍に出動を要請してくれたまえ。何としても池の沢で守るんだ。そうでないと東京は火の海になるぞ。はい、こちら家督隊本部、こちら家督隊本部。 加督隊本部、応答せよ。はい、藤です。怪獣は池の沢から5キロの地帯に現れました。警戒態勢を引いてください。了解。パティ、どうして行かなかったんだ。たとえ休暇中でも、私は加督隊員よ。
よいよ井出さん特製の熱さまし撃ってやろうか。鉄砲弾発射。人間引き際が大事ですから、私は別の方法で協力します。うん、じゃあグッドラック。自然を失うことの代償で世界の都会になったんだ。な
の怪獣もかわいそうなことしたよ。我々人間の犠牲者だもんな。私も犠牲者の一人よ。パティ、その代わりこれから数日間の休暇はたっぷりお楽しみください。でも私も日本の名物を3つも見ましたから。え、日本の名物？地震、怪獣、ウルトラマン。